はい、どうもたけしです。ボン君でーす。あのね、はい、2本目です。久々の、はい、商品紹介。おお、ちなみに自転車は出てきません、うん、はさっきからよ、さっきからっていうかチャリ下ろしてこいや。何系やねん、うちは自転車系やんけ自転車系やから、うん、自転車マニアにはたまらない。おお、用意したんで。はいはい、それがですね、こちら、おロードバイクカレンダ ー、 おー、これは何、自前を買ったんですよ、僕。え、自前、自分で買った、自分で買ったんです。これたけしが自分で買うって相当やで。いや、あのね、うん、僕でもいいけど、あのドマあ、はいはいはい、ドマできたでしょ、うん、もうね、自転車カラーというか自転車小屋っぽい感じにしたいなっていうちょっとあるから、うん、あ、はいはいはい、自転車グッズちょっと置いていきたいなと思って。なるほど。で、まあカレンダーってまああったらちょっと雰囲気出るかなと思って、うん、自転車ロードバイクカレンダーでググって、うんうん、意外とないのよ。あ、ないんや。なんか、うん、こんな感じでなかったのよ。あ、こんなロードバイク かっこいい感じの、はい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 、ね、うわ、なんかちょっとなんかダサいのばっかりやな、ね、ちっちゃかったりとかあ、これドマやから大きく使いたいのよ。そうやね、このフルサイズのこの、そうそうそう。で、これ探したらあって、うん、これカレンダー。おお、これツールドフランスですよ。あ、いいやん。で、これグレステストサイクリング B レースレースバイ K 辻、誰だから辻 K さんが撮ったんですよ。ああ、なんかツイッターとか見たらね、結構フォロワー1万人、うん、そうなん、3万人っておってね、うんうん、結構多分レースのカメラマンなんかな、うん、ああ、なるほど。そうなんです、辻 K さん、辻 K さん、じゃあめっちゃタグに入れてちょっと使わせてもらう。そうなんですよ。で、そのねこのねナイスストーリーもあるから、あ、ほんまに、うん、で、これカレンダー中見せたいんですけど、はいはい、カレンダーでしょ、うんうん、ネタバレになっちゃうから。あー、そういうめくるまで、そうなのよ、めくるまでは。だからもう過ぎた月だけええかなと。あー、そうやね、4月とか、うんうんうん、4月もうないでしょちょっと待って、もう半分ぐらい消費してるやん、うん1月からいけるやん。1月からいけるか。で、これ表紙ね、はいはいはい、じゃ、いいのよ。これ1月でしょ、もうちょい手前の方がいいじゃん、もうちょい手前、あ、その辺がいいじゃん、うん、これ1月、ほら、おお、ブルターニュって書いてる。あのブルターニュで、フランス北部の北西部のブルターニュ地方、うん、あー、なんかこのレースのちょっとした豆知識みたいなのもここ書いてますわ、あ、ほんまや、はい、テキストあんのや、テキストある、なテキストあるっていうの珍しいね。そうでしょ、うん、説明みたいなのも書いてる、これしっかり、このなんか祝祭日みたいなのも書いてるし。ああ、いいね、欲しいの全部入ってるね。何がほら、お、来た来た来た、これこういうのかっこいいね、おお、綺麗でしょ。ほんでこれ誰、これは有名な、これだから、これ世界チャンピオンのジャージやから、これ、あ、アルカンシェルって書いてる、これチャンピオン、チャンピオン、チャンピオンジャージやんか、全部の色入ってる。そう、こういうのね、うんうん、辻圭さんが撮ってるんですよ。3月、あ、これ3月、おー、いいね、スプリント、スプリント、あ、これスプリントしてますってことですよ、ゴール前のね。で、こういうの綺麗な写真でね、これあんの、うん、これ雰囲気上がるじゃないですか。私なんかこのカラーリングもいいな、いいでしょ、この黒に。そうなんで、なんかね、うん、まあ、5月までいいか、今5月だから、はいはいはい、まあ、なぜか4月が飛んで5月、あー、すごいな、綺麗なのよ、綺麗やな、やっぱ海外のレース感出てるでしょ。出てるね。で、このね、あ、なんか色ついてる。これがなんかね、その自転車のジロデイタリアのレース機関。あー、すごい、自転車系やから、すごいすごい、こういう大きいレースの、うん、この機関はこれですよみたいな書いてくれてんすよ。へえ、嬉しないですか、これいいな、うん、なんかこれでちょっとチェックしようみたいになるし、なるな、なんかちょっと楽しいでしょ、いい、うん、これいいですね。で、これ買ったんですよ。おうおう、だいたいね、3000ちょい、結構やな、結構やな、たけしが3000ちょい、だって相当よ、海外のレースカメラマンが撮りに行ってプリントしてこれやから、安い方よ。なるほど、うん、見れないですから、こんな綺麗な。で、おう、注文して、こっからがアナザーストーリー。ああ、はい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 、これね、おう、俺結構楽しみにしてたのよ。あ、届くの、届くの、今か今かと、うん、で、届いたらさ、うん、破れてたんやん、ここ、一箇所、これ、あ、ほんまやん、祭壇、あ、破れてるやん、ちょっと多分梱包かなんかの時になんかなったんすね、多分、うんうんうん、寝るかな、これ、ちょっとこの
橋がね、橋がもう届いた時点で、うん、もうなんかちょっと破れてたのよこれ。うん、これ残念やん。これも入れない。え、しかもこれあれやん、辻圭さんから来てるやん。そうなのよ、だから、うん、で、これ注文するときにメールを送るのよ。はいはいはい、はい、メールやったかなんか、なぜ注文問い合わせやこちらみたいなメールあったから、うん、いやすいません、あの商品届いたんですけど、うん、ちょっと破れてたんですけど、うん、なんか取り替えることとかできますかってメールしたら、うん、ああすいませんと、うん、あの新しいものを早急に明日までに送りますと。おうおう。でこの余ったやつは、うん、もう友達に譲るか、うん、新しいの送ります、うんうん、新しいの届けて、もう次の日あ届いた。そうだから辻圭さん対応ももうすごいね。もうこれじゃあ初の視聴者プレゼント、視聴者プレゼントしましょうか。ちょっと破れてるけど辻圭さんの、はい、あ、やる、やりましょう。だから僕、まあ、あの新しいのはあるんですけど、たけしの直筆サインもつけて、いる人はいるって書いておいてでもこれ何月よ。4月やからもう関係ないねいやでもほら、まあ残したい人もいてるから、うん、そうそうそう、記念にね。だからまあ使うことないから、うんうん、まあまあ邪魔、なんていうの、いけるじゃあ、うん、ちぎってもたらもう新品と一緒やから。うん、あ、これあげますよ。どうすんの。まあ普通郵便で送りますよ着払いで。着払い、いやまあ郵送代ぐらいは出そうか安いよこれぐらいやったら、はい、まあとにかくね、うん、そういったこの対応も良かったので、はいはいはい、ちょっとせっかくやから動画でちょっと言おうかなと思って。辻圭さんプッシュしていこうか。プッシュしていこう。道草カレンダー作ってもらおう。いや、いいんじゃないですかでちょっと思ったもんねそれ。まあとにかくこのカレンダー、うん、はいはい、だからねもう僕らもインフルエンサーやからこれ言うことで注文殺到はい、はい、あ、いやもう来年度買えるかなと思って。あー、ほんまやな。うん、だから結構なんかほんまにいい感じのショット多いからさ。はい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 、いやちょっと嫌やなって言うん、嫌やったんやけど。あー、それ絶対買いたいもんな。あー、でもネタないからな言うていかないまあとにかく今回ね、せっかく紹介したのに段ボールにしまってしまいましたけども、はいはいはい、はい、まあこの形で送りたいと思います、うん、そうやね、はい、どんな感じでカレンダーだからもうドマに早く飾りたいの、うん、ええー、な、どやりたいのよ、どやカレンダーね、うん、こんな感じで、はいはいはい唐突に終わりますけど、うん、ありがとうございました、うん、バイバイバーイ。